谷本圭介は、中日ドラゴンズに所属する三重県鈴鹿市出身のプロ野球選手。宇藤右内。三重県立稲尾高等学校の一年時までは、内野手だったが、肩の強さを買われて投手に転向。二番手投手ではあったが請球が良く、信頼される人物であった。スパイクやグローブなど、大切に磨き、人一,一倍情熱を費やしていた。 中部大学への進学後は、愛知大学野球のリーグ戦で、通算12勝20敗という成績を残した。3年時の2005年周期リーグでは、関東省、4年時の2006年には春、周期ともベストナインに選出。しかし、当主としては、身長が低いことが災いして、社会人野球の有力チームからは勧誘されなかった。大学からの卒業を機に、 薬品卸会社のバイタルネットへ入社。他の一般社員と同じように勤務しながら、公式野球部でプレーを続けた。入社1年目の2007年秋からエースの座を確保すると、チームは6年ぶりに社会人野球日本選手権へ出場。谷本は1回戦で、前年覇者の富士重工業を相手に、8回まで無得点に抑えた。 2008年の都市対抗野球大会には TDK 千曲川の補強選手として出場した。2008年の NPB ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから7巡目で指名。会議前の入団テストへ合格したことに伴う指名で契約金1000万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は48。 日本ハム時代の谷本2009年、オープン戦後試合の当番を無失点でしのいだことから、開幕1軍入りを果たした。4月18日の対埼玉西武ライオンズ16回裏からの救援当番で、2回を無失点に抑えて、プロ初勝利をマーク。NPB 全12球団の新人投手で、1軍公式戦での勝利一番乗りを果たした。2010年、 主に、イースタンリーグ公式戦で登板。一軍公式戦では4試合の登板にとどまった。2011年、2年ぶりに公式戦の開幕を1、軍で迎えると、救援陣の一角として一軍に定着した。一軍の中継陣がのきなみ校長であったため、ビハインドでの起用が中心だったが、 一軍公式戦47試合の登板で、防御率2.47と好成績を残した。2012年、開幕当初の一軍公式戦には、中継ぎで起用されていたが、チーム事情で、シーズン途中から先発に転向。7月16日の対埼玉西武ライオンズ戦で、一軍公式戦初先発を果たすと、ローテーションの谷間の試合で先発を任された。 転校後は高騰しても勝ち星がつかない試合が相次いだが9月19日の対オリックスバファローズ戦では5回に失点という内容で先発初勝利を記録した2014年1軍公式戦の開幕からロングリリーフとしての起用が続いた6月には疲労を理由に一旦登録を抹消されたものの最短の抹消期間で復帰すると シーズン閉幕まで場面を問わず安定した投球を続けた。一軍公式戦全体では52試合の登板で防御率1.59という好成績を残した。2015年一軍公式戦の開幕から右の中継要員として活躍。8月には2日から28日まで登板9試合連続で無失点を達成した。防御率こそ 前年より悪化したものの中継人の柱として自己最多の61試合登板や20ホールドを記録した2016年一軍公式戦58試合の登板で自己最多の31ホールドポイントを記録するとともにチームのパシフィックリーグ優勝へ大きく貢献したクライマックスシリーズ突破を経て臨んだ広島東洋カープとの日本シリーズでは シリーズ制覇に大手をかけた10月29日の第6戦で9回裏に登板。広島の攻撃を無失点でしのいだことから、胴上げ投手となった。シリーズ終了後には、推定年俸1億円で契約を公開するとともに、背番号を22に変更した。2017年、一軍公式戦の開幕から、中継ぎ投手として、登板を重ねた。6月には、 21日付で国内 FA 県の資格要件を満たすと23日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で球団史上4人目の1軍公式戦通算100ホールドを達成しているさらにパリーグの監督推薦選手としてオールスターゲームに初出場全2試合に登板すると両試合とも1イニングを無失点で抑えたばかりか第2戦でセーブを記録した 2017年7月31日に中日ドラゴンズに金銭トレードで移籍することが発表された。当日が NPB レギュラーシーズン中のトレード成立期限日によるもので背番号は60。オールスターゲームに出場した選手がそのシーズン中に他球団へ移籍する事例は NPB 史上初めてであった。移籍後はセントラルリーグ公式戦18試合に登板。 零勝一敗、防御率6.00ながら6ホールドを記録した。シーズン終了後の11月8日には、日本ハム時代に取得した国内 FA 権を行使せずに、チームへ残留することを表明し、後に望んだ契約交渉では、球団から原報を提示されながらも、翌2018年からの2年契約を締結。十一月十七日には、 背番号を14に変更することが、球団から発表された。2018年は、中継ぎ要員として公式戦の開幕を一軍で迎えた。しかし、開幕から調子が上がらず、4月4日には移籍後初めて、出場選手登録を抹消された。後に一軍へ復帰すると、一軍公式戦で、通算3ホールドポイントをマーク。しかし、当番試合数は、 プロ入り後最小の8試合で防御率が14.90に達するほど不振を極めた。2019年は開幕を1軍で迎えると主にピンチの場面での登板で結果を残し12試合連続無失点を記録した。しかし5月以降は防御率7.40と成績が低迷。夏場に2軍へ降格すると最昇格することなくシーズンを終えた。 年報は野球協約の減額制限を超える2500万円減の推定6000万円となった。2020年は開幕一軍を逃すも7月に一軍昇格を果たし、前年に続き走者が出た回途中からの登板を主にこなす。登板数や投球回においては前年よりさほど大きな違いはないが、防御率は1点以上改善し、 チームの協力リリーフ陣の一角を担った。2021年は2年ぶりに開幕を一軍で迎える。中継ぎとして当番を重ねていたが、7月10日の対 DNA 戦で7回からの当番の際、投球練習を終えた直後に体調不良を訴え、一球も投げずに降板した。翌日に登録を抹消された。自宅療養、自主練習を経て、 9月時点でリハビリ組の練習に復帰。身長は、高章167センチメートルで、NPB の現役投手で最も低い部類に入る。それほど小柄な体格にもかかわらず、日本ハム時代の先輩投手だった、武田久志と同様に、時速140キロメートル台中盤、最速時速151キロメートルで記録の、ストレートが武器。 ボールの回転数が多く、2017年のオールスターゲームで試験的に導入されたトラックマンの投手データでは、最高約 2600rpm を記録した。変化球は、カットボール、フォークボール、シュートなど多様であるが、カーブを投げる割合が最も高い。プロ入り後は、先発、セットアッパー、抑えとチーム事情に応じて起用されることが多い。 2014年からは、先発登板は、一切なく、完全にリリーフ寄与されている。愛称は、谷門。日本ハム時代の2014年5月30日に、一般の女性と結婚したことを発表した。日本ハムから中日へ移籍する直前の2017年6月から、札幌ドームの日本ハム主催試合を対象に、北海道内の介護福祉士を招待する。 あなたにも2シートを設置した。北海道介護福祉士会に登録されている介護福祉士から毎試合一組2名を抽選して招待すると趣旨で、試合前には谷本との記念撮影やリストバンドのプレゼントを実施する。谷本の実家の母親が祖父の介護をしており、デイサービスで介護福祉士のサポートを受けていることから、介護従事者を身近に感じており、 社会貢献の一環としてこのシートへの導入へと至った。導入した最初の試合では22組44名を招待し、札幌ドーム以外では7月18日に行われた函館市ヨガ大公園野球場での試合でも15名を招待した。なお、中日への移籍後も2017年内の日本ハム主催試合ではあなたにも、シートを継続。 移籍後も招待された介護福祉士から谷本に感謝する胸のメッセージが寄せられている。2019年から名古屋ドームであなたにも日シートを再開。名古屋ドームの中日主催試合を対象に1試合に月2名名古屋市社会福祉協議会を通じて介護職員などを招待する。2017年には日本ハムで国内 FA 権を取得しながら レギュラーシーズンのトレード期限最終日に中日へ移籍。そのため、シーズン終了後に FA 権の行使を宣言すれば、日本ハムへ復帰する可能性もあった。しかし、谷本は FA 権を行使せず、中日へ残留する道を選んだ。谷本によれば、FA 権を取得した状態で、シーズン途中にトレードで中日へ入団したにも、かかわらず、 球団の幹部からぜひ必要という言葉をいただいたことが心に強く響いたという。くしくも契約公開の直後には日本ハム時代にバッテリーを組んでいた大野翔太保守が海外 FA 権の講師を表明。後に中日へ入団したため再びチームメイトになった。ありがとうございます。